はい、リスナーの皆様こんにちは。サイケデリック有意識ラジオをいつも聞いていただきどうもありがとうございます。加藤です。今日はですね、渡るさんなしでちょっと私の方で、一つ論点を抽出してですね、皆様にラジオを一人語りラジオを今回はお届けしたいというふうに、思います。今回はですね、リスナーの方からちょっといただいたレターですね、そのレターをもとに少しお話しさせていただければなと思います。で、少し最近はサイケデリック有意識ラジオ渡るさんともう有意識学にこう特化する形で、お互いのあまりこう近況報告とかもなかなかねしないような形でいきなりこう本題にこう入っていき、有意識学を通じた、ちょっと1週間のニュース、有意識学と絡めたニュースをちょっとお届けしているにとどまるわけなんですね。で、私自身ここ最近こう少し変化があるなって思っているのは、変化してないところでいけばですね、引き続き早朝早くこう起床して、ずっとこう有意識学の研究をしているっていう、昨日はですね2時22分に、朝の2時22分にこう目覚めて、そこからもう丸一日中ですね、昨日ちょっとこうジムに行きましたけれども、有意識学の探究をしていて、自分の中で最近は一番理想な起床時間っていうのが、朝の3時半から4時半までに起きるっていうのがちょっとこう理想で、昨日はちょっとさすがに少し早すぎましたね。2時22分っていうのは最近ちょっとこう自分の中の理想の起床時間っていうのを見つかったっていう、3時30分から4時半の間、2時22分はちょっとこう早いんで、2時22分からこう正午までこう探求をするにあたっては、一回こう脳を休めるようなちょっとシャバーサナのポーズをしながらの瞑想を挟まないといけないっていう、ちょっとそういう実践上の学習上の工夫を挟まないといけないというね、ちょっと細かな細かな生活スタイルをちょっとご紹介させていただいたっていうのがまず一つですね。今朝は何時に起きたかな、4時2分ぐらいに起きてるんで、ちょうど3時半から4時半のレンジに入ってるんで、あ、すごいいい目覚めだなっていう感じがしますね。で、3時半から4時半、あ、今日違います、すいません、今日はあれですね、3時46分に起床しましたんで、これくらいの時間に起きると、そのレム睡眠とノンレム睡眠のサイクルの、都合上ですね、正午まで別に何か途中で脳を休めるようなメディテーションほぼほぼ挟まなくても、もう朝から正午まではまず一気通貫して、有意識学の研究に打ち込めるっていうね、そんなこう何でしょう、自分の心身のありようっていうのが今あるっていう形ですね。で、そうしたちょっと自分の睡眠スタイル以外にも、先日ですね、第30回のシロシビンセッションをこう行った時に、こうやって今、各週で2週間に一度の日曜日にシロシビンセッションを行っているんですけど、この間のセッションの時にですね、突然典型のような形で降ってきたのが、コーヒー飲むのをもうやめようって思ったんですね。で、コーヒー飲むのをやめて、抹茶だなっていうひらめきがこう起こって、この白シビンセッションっていうのはいつも予想しないような、予期せぬ、もう全く想像できないような心理を、こう私にこう開示してくれていてですね、それはとても卑近なものから非常に抽象的なもの、超越的なものまで、本当にこう多種多様でグラデーションが本当にあるんですね。で、前回の日曜日に降ってきた一つの典型は、コーヒーはちょっと自分の身体にこうもしかしたら合わない可能性があるなと、これまでは朝の楽しみとして乗員してたんですね。で、小さい頃から物心ついたぐらいからコーヒーをね結構好んで飲んでいたわけなんですけれども、最近やっぱりちょっとこう思ったのが、もちろんコーヒーっていうのはいろいろ研究が進んでいて認知的にね良かったり、トレーニングのなんかこう前とかに飲んだりすると、血流の都合上なのか結構トレーニング効果を高めたりするようなね研究結果もあるようなんですけども、でもそのコーヒーと抹茶を比べたら、やっぱりそのもう総合的に抹茶の方がはるかに健康効果がこう高いなっていうこともちょっと調べてみて分かりましたし、またそもそも自分の DNA からしてみたら、やっぱりこう日本人として生まれた私としてはですね、やっぱりそのコーヒーが日本に入ってきた歴史もちょっとこう鑑みてみたら、まだまだ日本人がコーヒーを飲み始めて日が浅いっていうところ、やっぱり私たちのその身体的な深層部分に根ざしているのはコーヒーよりも抹茶だなっていうね、そんなこともこう思いながら、第30回のシロシビンセッションの、6時間ぐらいのセッションの中の最後の後半の1時間ぐらいはずっとコーヒーと抹茶についてなんか考えてた自分がいるんですね。
まあ、もうちょっと厳密にいけば腸内環境とコーヒーと抹茶と自分の DNA、まあ、これら4つの要因について変数について総合的にこう考えている自分がいて、あ、コーヒーはもうやめにしようと。で今あのコーヒー豆、まあ、オーガニックなものをあのフロー人間の町のコーヒー屋さん、まあ、由緒正しきコーヒー屋さんでかなり歴史がある場所でいつもコーヒー豆オーガニックのものを購入してるんですね。でそれが今ちょうどまだあの残っているものがあるんで、まあ、それは全て使わないとやっぱりコーヒー豆の命に、何でしょう、コーヒー豆の命を尊重するためにコーヒー豆も生きている生き物ですし、かつて生きていた生き物なのでコーヒー豆という命を尊重する意味でも今使っているものは朝コーヒーとして飲むと。しかしそれを使い切ったらばもうコーヒーは飲むのはもう金輪際やめようっていう今覚悟を持ってるんですね。で実際にもう抹茶を飲むことに関してちょっといても立ってもいられなくなったんで、あのまたオーガニック製品店に行ってですね、あの抹茶のパウダー購入して午後には一杯の今抹茶を楽しんで、おります。ちょっとそういうね近況報告、まあ、からのでいくと、まあ、抹茶ってやっぱりその日本はこうお茶の茶の湯の文化がこうあるんで、そういえばかつても自分はこう茶の湯の世界に触れる機会っていうのは結構あったなってことはなんか思ってるんですね。それはまあ旅行に行った時にあの、喫茶っていう形で、まあ、お茶をこう提供してもらったりする中で、まあ、日本の文化をこう感じるっていうこと、まあ、直近でいけば2年ぐらい前に両親と島根に旅行した時に、まあ、母にあの愛犬のお守りをしてもらって、その間に父と私だけあのお茶をあの飲んだっていうね、畳の部屋でお茶を飲ませていただいたっていう記憶とかもふっと蘇ってきて、あ、そういえばやっぱりこうお茶の文化っていいよなってことをこう思ってですね、まあ、ここからは少し今こうやって由意識学を探求しながら、まあ、茶の世界と仏教っていうものに注目してちょっとこう専門書も読んでみようかなって思ったり、仏教だけではなくて、まあ、実はその日本の中ではあの仏教以外の宗教もこう茶を大事にしているっていうことにも気づきましたんで、また仏教においても全仏教だけではなくて他の宗派においてもこうお茶を愛飲する、あのそういう習慣がこうあったみたいなんで、それも含めて、まあ、その仏教と茶っていう観点から少しこう専門書を見つけたんで、それもちょっと注文してみようかなと、そんな近況報告が、ございます。まあ、以上がですね、何の近況報告したかというと、まあ、その最適な睡眠時間の話と、まあ、今朝の起床時間のちょっとしたご報告と、まあ、コーヒーをやめて、まあ、抹茶に完全に切り替えるということですね。まあ、抹茶に完全に切り替えてみて自分の心身がまたどのように変化したのか、まあ、このあたりについても何かお話を、ね、共有できたらと思います。ではちょっと本題に入っていきましょう。ちょっと本題はですね、まあ、本題に入る時にも今あの使ってるコーヒー豆もうちょっとあの今まだ使ってるんで、ちょっとコーヒー飲みながらあのお話しさせていただきますね。今はオランダ時間の朝6時27分ですので、ちょっとこうモーニングコーヒー飲みながらですいません。じゃあちょっと一杯いただきます。一口ねいただきました。では、今回のレターはですね、ココアさんからいただいたものになります。ココアさん、レターを送っていただきどうもありがとうございます。まあ、端的に言えばですね、まあ、ココアさんに送っていただいたようなレターはすごくありがたくて、もちろん私はもうどんなレターもコメントもありがたいんですけど、今回のココアさんのレターのありがたさは、あの自分のなんて言ったらいいのかな、あのお勉強のためじゃなくて社会的に意義のある問いを投げかけてくださったなっていうところ、これがなんかすごく私は今回のレターありがたく思ってたんで、ちょっとあのレター読み上げていきますね。ではいきます。冒頭、優しい加藤先生、渡る先生、毎週のお二人のラブラブラジオ楽しく拝聴させていただいております。笑い、加藤先生の我ら渡る先生へのツッコミが的外れでないことに苦笑しています。ということで、ちょっとこのワンパラグラフからすると、まあ、冒頭のあれですね、優しい加藤先生っていうのは前回の61回の内容を受けてでしょうね。そうですね、小学校までは通信簿にあのクラスの先生とクラスメートからの第三者フィードバックとして優しい人みたいなねところに二重丸みたいなねついてたんだけれども、ここ最近のちょっと私のこの数年間の物言いは厳しくなっていて、怖い人ってねそんな感じで捉えられている傾向がありますよみたいな話をしてたんで、優しい加藤先生、渡る先生ってね書いていただきありがとうございます。
で、ちょっとあの渡る先生のツッコミが的外れでないことに苦笑していますっていう、これどんなツッコミをしてたのかなっていうのはちょっとあのちょっと私は存じ上げてないんで、またここもなんか詳しく今後ね教えていただければと思います。では、レターの大事なポイント入りますね。加藤先生にお聞きしたいことがあります。57回以降の有意識学のお話を拝聴するたびに、であるならば日本の死刑制度ってどうなのかなと考えてしまいます。有意識学とは話がそれるかもしれませんし、難しいお話だと思いますが、ぜひ加藤先生のお考えを聞いてみたいです。私はこの制度に反対です。世界的に見ても廃止している国が多い中、なぜ日本は廃止にならないのでしょうかと。これはすごい大事な問いですね。で、なんでまあ、これもある種少しネタバレ的になりますけど、なんで私がこれ一人語りし始めたかですね。渡さん、なんでですか。これなぜ私は本編の来週のラジオ水曜日まで撮っておかず、なぜ私はここで一人語りしたんでしょう。このテーマについて渡さんであればもう気づいてくれてると思います。ココアさんもきっと気づいてくれてると思います、ね、これをあえてその理由を言うのか言わないのかね、きっと隠しながらも言うんでしょうね。あの優しい側面と怖い側面でいくと、きっと隠すのが優しいのか言うのが優しいのかちょっともう本当に分かんないんで、ちょっといきますね。じゃあちょっといきます。まずそもそもちょっとこの死刑制度の問題について取り上げたいなって思ったのは、これはやっぱりそのすごく社会的に意味のある問いだなっていうふうに思いましたし、私もこの問題については問題意識をあの持ってたんですね。というのもあのここでココアさんが述べているように、世界的に見てもまずその死刑制度っていうのを残存温存させてる国ってもうほとんどないんですよね。少なくとも、まあ、私の知る限りですよ、先進国って言われている国で死刑制度残してるのって日本と韓国とアメリカぐらいしかないんじゃないかなと。少なくとも今私がいる欧州の先進国、もしの先進国じゃなくて例えば東欧とかですね、中央の国見てもヨーロッパで死刑制度残してる国多分一つもないんじゃないかと思いますね。で、死刑制度残してるっていうのは先進国でいけばアメリカ、日本、韓国、まあこれ端的に言えばもうアメリカの傘下の国ですよね、しかないし、その他死刑制度残してるのっていや多分あの本当に紛争地域の国とかぐらいじゃないかな。例えばどこだ、まあイスラム圏はちょっとあるかもしれないですね。イスラム圏はある印象で、死刑制度残しているっていうのはアフガニスタンね、まあ確かにこれイスラムだし、やっぱアフリカ諸国のコンゴとかも多分ある、ソマリアとかね、紛争地域ですよね多分ね、シエラレオネとか、なんか私の中からすると本当にもう紛争地域ぐらいしかちょっと残してなくて、少なくとも成熟した市民社会を持っているような先進国においては死刑制度っていうものを残している国はまあほぼほぼないなっていうあの印象を持っているというのがまずあります。で、これはココアさんもね書いてくださっているように、死刑制度の問題っていうのは本当に難しい問題だと思うんですよ。で、これをやっぱりあえて取り上げようと思ったのは、少なくともあの有意識学の観点から何を言えるかっていうのはやっぱ私も考えてみたいなって思ったのがまず一つあります。そしてそもそもでいけば、まあ、こうした私自身のバックボーンであるインテグラル論の観点からすると、まあ、本当の意味でインテグラルっていうのはこうしたあの自分の専門領域にとどまる、こうしたってすみませんその指示語入れちゃダメですね、あのインテグラル理論をこう学んだ実践者であるならば、自分の専門領域を離れて必ず社会的な問題にこう関心を持って、それについて施策を巡らしたり、そしてまああわよくばと言いますかね、何かその問題にまあこう関与していく、その時には自分の専門領域を通じて関与していくっていうような形、まあ、少なくともこうした社会的な問題に関心を持つっていうのが、少なくとも成人発達論インテグラルの観点からいけばですね、やっぱポストコンベンショナルな意識の表れ、ご慣習的な意識の表れ、むしろこうした問題に関心を持たないというのは、まあその慣習的な思考の枠組みの中にとどまっているっていうあの見方をして、あのもうほぼほぼ間違いではないんじゃないかなというふうに私はこう思ってます。はい、まああの自分は法律の専門家じゃないからこうした法律の問題について考えないっていうのは、まあ、そもそも知的怠慢だというふうに私は思うし、そもそも死刑制度っていうのは私たち市民
まあ、この法律っていうものがそもそも私たち市民にとって必ずもう空気のように存在しているようなものなので、その本当は自分事として当然考えられるし、死刑制度について考えないっていうのはなんか市民的責任を私は放棄しているんじゃないかなっていうふうにも思うので、このテーマについて取り上げたいなっていうふうに思ったわけであります。じゃあちょっとこれをまあなぜ一人で取り上げたかですね。さあ渡辺さん、なんでですかこれは。渡辺さん、なんででしょうかね。さてさて、そうなんですよね。きっと渡辺さんにこれ考え方聞いたらどういうふうに答えるのかなってちょっと思ったんですよ。ココアさんはもう明確に私はこの制度に反対ですって述べてますね。じゃあこれはなんで反対なのかについては、ちょっとレターについて、レターの中ではまあ文字数の関係上触れられていないわけですけど、私はこうした問題を取り上げてくださるっていうことそのものに感謝と、あとはご自身の主張をちゃんとポジションを明確にする、それはすごくありがたいことで、こうした問題を扱うときには当然ながらポジションを明確にした後に、そのポジションを担保する論拠と論拠を担保するファクトとかを上げていくわけですよね。これが少なくとも学問の分野においてもそうだし、市民社会を送る上でも対話の作法だと思うんですよ。ポジション明確化、論拠を述べる、論拠を担保するファクトなりを明らかにするっていうところですね。それはやっぱりその大学院においてもこうしたトレーニングといいますか、これは対話の作法としてまあなされることなので、対話ないしは議論の作法としてなされるところなので、まあ、ちょっと何かねこのあたり今後またココアさんなりの論拠とかをねちょっと教えていただきたいなというふうにも思います。そうで、これはまあ本編で渡辺さんにこの問い尋ねたら、もうファーストレスポンスがどんなものかっていうのをちょっと想像できちゃったので、自分で答えようと、自分だけで取り上げようと思ったっていうことですね。はい、渡辺さんであればこれどう考えますか、日本の死刑制度ってどう思いますかっていうね。そう、どう思いますか渡辺さん、これちょっとぜひ、まあ、62回渡辺さんなりの考え方、ね、をお聞きしたいなというふうに思います。じゃあちょっと私の方からすると、これはまあもうとにもかくにも私も法学部卒業じゃないし、法律に関してはまあ門外観なわけですね。でしかしながら今学んでいる有意識学の観点からどんなことが言えるだろうかと、ちょっとそういう自分の観点のまず明確化をした上で、まずポジションを明確に言うと、私はココアさんと全く同じポジションを取ります。死刑制度はやっぱりこれは反対ですね。じゃあちょっとその理由をちょっと有意識学とこう絡めてみたときに、まあ、有意識学とあとは私が持っている少ない法律の知識で考えてみたときにですね、それでいくと、まあ、まずはもちろんその死刑制度についてこう本当にこう考えていくんであれば、それは他の問題と同様に多様なステークホルダーの観点を取る必要があるし、ステークホルダーだけじゃなくて文化や制度についても、死刑制度を取り巻く文化や制度についても観点を取っていかないといけないと思うんですね。で、まあ、そうした非常に難しい錯綜とした問題を抱えているのが死刑制度の廃止に伴う論点なわけなんですけども、有意識学の観点からするとどんなことが言えるだろうかと、まあ、これも私なり自分なりのこれチャレンジです。法律の専門家じゃないし、有意識学についてまだ学び始めて2ヶ月の私がちょっと自分への挑戦としても考えてみたいなと思ったんで、少しこう話をさせていただくと、やっぱり有意識学のこう観点からすると、まあ、ただ式っていうところですよね。結局現象世界っていうのは私たちの心が映し出したものなわけですよ。もう少し社会学的になんかこう絡めて言えば、私たちは結局見たいものだけをこう見て、聞きたいものだけを聞き、そして得られた情報は全て過去の学習や経験を蓄積したあらや式を通じて解釈するっていうのが、まあ、有意識学のまずある種有意識学から導き出される人間の心の差がですよ。これだけでも死刑制度があるってことは怖くないですか。見たいものだけ見て、聞きたいものだけを聞き、得られた情報は全部荒屋敷の中に訓従された過去の学習や経験、それをフィルタリングする形で解釈するんですよ。怖くないですか。これは原告側、被告側、裁判官、検察官、弁護士、陪審員の全てに当てはまる事柄なわけですよ。そうなった時に、これ死刑っていう人の命を左右する事案に関して言うとですね、冤罪っていうのは絶対に避けなければいけないものだと思うんですけど、それを絶対的に防ぐ手段ってやっぱり今のところないし、
そもそもが今述べたような形で私たちは世界を解釈するので、情報を解釈するので、死刑制度っていうのはもうとにかく私からするとやっぱり相当危ない制度だなっていうふうに、思います。私たちは、まあ、8つの式に縛られて情報を受け取り、情報を発信し、情報を判断するのであるから、やっぱ常に冤罪のリスクってやっぱ付きまとうんですよね。でそうしたことからもまず死刑制度には反対だっていうところですよ。とにかく冤罪のリスクが危険で、もちろんですね、日本にも本当にこう責任感にあふれて人格的にも知的にも尊敬するべき法律家ってたくさんいると思うんですね。いると思うんですよ。でも法曹界もやっぱ他の業界と同じく、私はかなりその何でしょう、頭から腐敗している印象をやっぱり持つんですよね。でそれがどういうところに例えば現れてるかなって見た時に、私がちょっと知ってる限りでいけば、日本って確かですよ、刑事裁判がひとたび起こると有罪率ってもう 100% に近いんですよね。確か 99.9% だったんじゃないかなと。つまり無罪になる可能性って 0.1% しかないんですよ、刑事裁判がひとたび起こると。でこれ何を言ってるかというと、すなわち仮に殺人事件で冤罪にもかかわらず刑事裁判になってしまうと無罪獲得できる可能性って 0.1% しかないんですね。でそれをさっき その私たちの発識からの情報解釈とかを含めてみたら、これは相当怖いなって思うんですよ。もし仮に冤罪でそれで人の命をすぐに奪ってしまうっていうことは、まあ、本当に怖いなっていうふうにも思います。それがちょっと2つ目の自分なり の観点ですね。まあ、日本の多分これは制度上の何か形骸化なのか、中で何が起こってるのか私も内部者じゃないから分かんないんですけど、刑事事件になった瞬間に有罪率 99% ってやっぱ何かおかしいですよ、これ制度として。そういうちょっと制度上の闇も見えるので、その闇と冤罪リスクと発識、見たいものだけ見る、聞きたいものだけ見る、あれ悪しきの訓示作用ですよね、フィルタリング作用を考えると、これはまあ本当にそういう意味からしても、日本で死刑制度を温存しておくっていうのは怖いことだなっていうふうに、思います。じゃあちょっと次のもう一個ぐらい、あ、なんか考えられるかなってちょっと今思いますね。じゃあちょっともう一個目、今思いつく前にでいけば、もちろんですね、まあ、その何でしょう、再死刑制度のやっぱその死刑をこう執行する人たちの側の何でしょう、トラウマとかも考えないといけなくて、まあ、このあたりはちょっと有意識学と離れるかもしれませんけれども、実際に死刑を執行する方たちがやっぱりその死刑を執行して自らの手で人の命を仮に犯罪人だったとしても奪うことを通じて、その死刑を執行する側の人たちですよね。ちょっと今日本でどういう制度なのか、絞首刑ですかね、日本って電気椅子じゃないですよね、確か絞首刑ですかね、にしてもやっぱそのボタンを押す人たちですよの、その後の心のケアとか、そういう仕組みもちゃんとあるのかなとかね、そういうところもなんか今ちょっとふと思いました。で最後もう一つでいくと、前回扱ったのが荒屋敷なので、でまあ渡さんへのちょっとお願いおよび宿題は来週マナ式扱いますんで、マナ式の観点から死刑制度についてどう思いますかっていうちょっと観点を明確化すれば、渡さんもちょっと話がしやすいかなというふうに思いましたんで、ぜひ渡さんにちょっとマナ式の観点から死刑制度についてちょっとご自身なりの考えを表明、ね、してもらえればというふうに思います。で、まあ、荒屋敷の観点からすれば、荒屋敷はとにかく無期性を持ってるんですね。善悪どちらでもこうないということで、ゆえに私たちの存在の根底は善悪どちらでもないので、別の表現をすれば私たちはいかようにも変わっていけるわけですよね。過去どんな業を積んだとしてもいかようにも変わっていくことがこうできると。なのでどんな犯罪を犯したとしても人は変われる可能性を内包している。もちろんサイコパスのような非常にこう治癒が難しい人たちがいるっていうのは、そこも考慮はしないといけないわけですけども、少なくとも有識論交換点からすれば、荒屋敷の無期性に注目をして、人は今この瞬間からいかようにも変われるのであるという、そういう観点に立つとですね、まあ、死刑制度を通じて犯罪人の命を簡単に奪ってしまうよりも、犯罪人を更生させ、社会復帰させ、再び社会に
貢献してもらうような形で送り出す文化と社会、文化とシステムを作る、そういうものを醸成する方がやっぱりより成熟した社会のありようなんじゃないかなっていうふうに、思います。そうですね、まあ、なんかそういうことはちょっとこう大事なポイントですかね。まあ、その社会復帰をさせる、構成させる、ね、文化とシステムっていうものをどうするか、またいろんなこう観点から考えていかないといけないわけですけども、今は多分そうした文化、どんな文化を作ればいいのか、どんなシステムを作ればいいのかっていうところの思考放棄をする形で、とにかく死刑制度、死刑にしてしまえばいいみたいな、なんか流れがあるような気がするので、やっぱこれは成熟した市民社会じゃないですよね。やっぱり私がいる欧州の国々で死刑制度をやっぱり採用している国は一つもないので、やっぱりその一つ成熟した市民社会のありようを体現するんであれば、やっぱりこの死刑制度を通じて、そう、成熟した社会に向かっていくっていうことはすごく大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ、この成熟っていうのは、まあ、本当にこう人格的にも知的にもっていう意味ですね。まあ、もうちょっと突き詰めれば、有意識学の観点からすれば、まあ、心の成長成熟ですよ。やっぱり死刑制度のみならず社会の問題って結局はやっぱ心の問題に行き着きますんで、今後もですね、有意識学のこう観点から種々のちょっとこう社会問題について考えていきたいなっていうふうに思いますし、まあ、その構造的な解決に向けてのね、取り組みをしていきたいなと思わせてくれるような、あのレターを送ってくださったですね、ココアさんに感謝をして、今回のちょっと一人語りラジオとしたいというふうに思います。ココアさん、どうもありがとうございました。